こんにちは。今回の動画は Vlog でイントロがないので、ちょっと先に話します。今回は立川に一人で行った時の動画と、大國魂神社府中にある神社に厄払いに行った時の動画と、お家でカップラーメンを作って食べる動画が入ってます。よかったら見てください。行った場所へのリンクとか紹介したもののリンクは概要欄に書いてあるので読んでください。字幕もつけてます。じゃあどうぞ。バイバイ。Dress on today. I don't care what you say, and I'm ignoring my phone, so don't try to reach me. I can't do nothing for you, so don't ask. ゴールデンウィークだからめちゃくちゃ人がいます。シネマシティの近くにいろんな建物ができたからそこに行ってる人も多い感じ。ちなみにシネマ2は入り口からエスカレーターで上に上がってドーンとの空間があるのが特徴です。よくない？ありがとうございました。
ってはるちゃん来てるよ多分石谷春樹くん。そうなの？なんかここら辺にあの弟と厄除けに行ってみたいな、厄年だから厄除けに行ってで、なんかここら辺の地名言ってたの。府中本町みたいな。それはね確かね多分ニコ生に載ってるから、うん、ちょっとそれ後で確認するけど多分来てると思う。はるちゃんの顔思い出したらニコニコしちゃった。あの綺麗な顔がここに来てると思うわ。多分清掃してきてると思うわ。なんとかかんとか石谷春樹って言ってると思う。いやもう本当に言ってると思う。一緒の会で お祓いしたかったね。失礼いたします。お待たせいたしました。次にジンジャーレモンドリンクのお客様、はい、こちらの失礼いたします。めっちゃ可愛いんだけどね。こちらがモロッカンミントでございます。はい、失礼いたします。こちら砂時計がすべて落ちた頃がこの見頃でございます。健康的。まだ土曜日。砂時計にやおおおおおおおめっちゃ入ってた。うわすごいザクザク。うん。うまし。めっちゃ好きな味。めっちゃ好きな味、ありがとう。美味しい？うん。クリーム？うん。ピスタチオ？うん。美味しい。うましら。うん。うまっ。お祓いしてきました。で、これもらった。これは多分飾っとかないと。いけないやつです。で、あと大国玉神社のパンフレットと、あとはお米をもらいました。で、このお米は神社で毎朝行う。あ、おかえり。ただいま。今 Vlog 撮影中。お米をもらいました。あとお酒をもらいました。おみき。このおみきはご神前にお供えした新お縁です。皆様にお下がりとしてお分かちいたします。ご家族皆様でお召し上がり、神様のご加護のもと健やかに心豊かにご家庭円満にお過ごしくださいますようにお祈り申し上げます。で、最後は落眼？お供え物の落眼。開けてみよう。かわいい。落眼もらいました。で、あとは、お守りが入ってました。これは、なんか黒いカラスのお守りで、大国玉神社の目玉グッズらしい。今日は本当は山登りに行く予定だったけど曇っちゃったのでベランダで山頂で食べる予定だったカップラーメンを作ります。うん、これは情熱価格ガス。情熱価格ね。まあ情熱価格は情熱が入ってるから燃えやすいだろうね。で、刺して、こおおおこれ水入れなあかん。水入れて。で、これでさ、2人分足りるかな。足りるんじゃん。ちょっと待ってな。これ今ガス出てるもん。おお。おお。はい。水足りない気がしてきた。こんな感じ。沸いた沸いた。うん。
よし。じゃあ自分のは自分で入れよう。オッケー。おお。お。全然さ、お湯多すぎた。うん。ミントカンテスミスサバンの部屋。まだよ。この曲が3分だから。いただきます。いただきます。おお。できとるできとる。できとるできとる。いや、やっぱ山頂からの景色はいいな。ねえ、本当にいい景色。明らかな電車の音なんて。いただきます。いただきます。あ、これだ。いただきます。家でやるのでも十分楽しいかあ、破れてるし、いいな。あ、めっちゃいい香りする。あ、ちょうどいいじゃん、ほら、愛車精神。開いた。どうやって消すの。ポクリして、はい、うん、お座り、待てよ。よし。これここにうまく入れるのすごいむずい。頑張れ。蒸らし。あ、膨らんだ。でもいつもはめんどくさいこの作業もさ、これだったら楽しい。しかも山頂でやるとやっぱ違うよね。やっぱね、うん、こういうゆったりした時間を楽しまない。うん。これでさ、コーヒー入れるのいいかも。いつもティーカップでやるとさ、あの底がついちゃうじゃん、このドリップが滴るところが、うん、コーヒーについちゃうけど、これだったらそれがない、うん、そういう目的で作られてるよ。そうだ。いい絵が撮れてるんじゃん。いい音鳴ってるよ。でもさ、はい、はい、まあいいんちゃう、美味しい。あ、濃いってこと？味が。うん。いや、もうちょっと入ったかなと思って。美味しいけど全然。あー、いいね。山頂で寝転ぶとやっぱ気持ちいいわ。空気が違うわ。
待って待って、こうやってこうやって、うん、こうやって、おお、こうやって、おお、外外、 Yes it is。 で、え、良くない？はい。おしゃれ。コンパクト。コンパクト and powerful。YouTube には出たくないでしょ。この顔だったら大丈夫。この顔だったら気づかれないもんね。